ございます。今日はですね、私の一日の食事をまた撮っていこうかなって思っております。最近よくやるメイクじゃない最近よくやるメニューが結構あるので、そちらを紹介していきながらやっていこうかなって思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。ではまず朝ごはんから作っていきたいと思います。朝ごはんはオートミールのオムライスを最近よく作ってて、めっちゃ簡単なのでこれよく作るんですけど、早速やっていきます。じゃあまず耐熱の器にオートミールを 30g 入れていきます。そしたらここにですね、トマトジュースを 45ml 入れていきます。アカウントを小さじ3分の2ぐらい入れます。そしたらこれを一旦混ぜ混ぜしていきます。混ぜていきます。なんかトマトジュースが、私買わないんですよ絶対、トマト嫌いなので。でもなんか前にお父さんか誰かが買ったのがずっとあって、家にどうしようかなと思ってたんですけど、トマトジュースでオムライスができるって知って、まさかのオムライスで使いました。こんな感じでできたら、これをレンジの 600W で1分チンします。まあ、具材入れたい方は玉ねぎとかウインナーとかなんかそこら辺切ってやっても全然いいと思います。私はもう朝なのでめんどくさくて具材なしでいっちゃうんで、このままやっていきます。今チンできました。ラスト卵を割り入れます。そのまま割り入れちゃいます。で、これをこの中でも混ぜちゃって、全体的に卵が行き渡るように、はい、こんな感じでできました。ではまたこれをチンするんですけど、今度は 600W で2分チンしていきます。できた。おお、いい感じ。じゃん。で、まああとはお好みでケチャップとかをかけます。うわ、パセリとか振ってもいいと思います、彩りで。おー、美味しそう。はい、ということでオートミールオムライス完成。じゃん。ということで朝ごはんです、私の。いただきます。これがね、美味しいんですよね結構。まあ、さっきも言ったんですけど、私は具材を入れてないんですけど、具材を入れたい場合はオートミールをチンした後に入れて、で卵を入れて一緒に焼くといいのかな。胡椒とか入れてもちょっとスパイシーになって美味しかったりします。結構本当にめちゃくちゃ簡単なんですよね。器1個あったらできるし、火も使わないので、でも私みたいに具材なくてよければ包丁とかも全然いらないので、めっちゃおすすめ、簡単オムライスです。今日は1日お家でちょっと作業するので、1日でもしかしたらすっぴんかもしれないんですけど、まあそんな感じでやっていきます。ではまたお昼ね。はい、ということでお昼ご飯の時間なので、お昼を作っていきます。パスタというかペンネか、こちらを使って料理していきます。じゃあまず玉ねぎを切っていきます。まあ1人前なので半分とかでいいかな。換気扇の音がうるさいかもしれない。玉ねぎは適当に四角く切ります。あ、ちなみに今ペンネを茹でるお湯は沸かしてます。まさかの取れてなかった。取れてなかった。どこまで説明したかな。とりあえず今玉ねぎを切りました。で、あ、そうだ、もう今の段階ですっぴんなので、今日は一日中すっぴんでいきたいと思いますっていうのも話したぐらいかな。はい、 OK。ということで、ブロッコリーを冷凍のやつなので解凍します。で、今日使うペンネなんですけど、これあの全粒粉のペンネが残ってて、これが 50g ぐらいあったんですけど、まあ、大体 80g ぐらいかな、使おうと思うので、ちょっと残りの 30g ぐらいをこっちのね、グルテンフリーのやつを使っていこうと思います。これがトウモロコシと有機米で作ったやつらしくて、こっちが全粒粉のやつなので、ちょっとミックスする感じで合わせて 80g 使っていきます。こっちね、私まだ食べたことなくて楽しみ。
じゃあちょっとお湯が沸騰してきたので塩を適当に入れまして、あー塩がない、塩を適当に入れまして、さっき測ったペンネをガーッと入れます。これで10分茹でていきます。茹でてる間にソースをね作っていきたいと思います。オリーブオイルを適当に入れて、ニンニクチューブを入れます。本当は普通のニンニクを入れてもいいと思うんですけど、ちょっとめんどくさいのでチューブで。ちょっと香りが出るまで待ちます。はい、じゃあそろそろいいかなと思うので、先ほど切った玉ねぎを加えます。炒めます。こちらの解凍したブロッコリー、ちょっと食べやすくね細かめに切ったんですけど、これも入れちゃいます。大体なんか油が回ったなって感じがしたら、パスタソースを使うんですけど、これがじゃじゃん、こちらでございます。このねトマトソースが大谷香菜さんがすごいおすすめしてて、これを私も買ってみたらめちゃくちゃ美味しくて、これをね使っていきます。これはもうガバッと中に入れちゃいます。ほんとめっちゃ簡単なんですよね。なんか好きな具材を入れてパスタソース作るだけなので、パスタも茹で上がったのでザルにあげて水を切ります。これ2色違う感じ、すごい可愛い、なんかでこちらに作ったパスタソースをかけます。美味しそう。最後やっぱ彩りのパセリをかけます。よし、ということで完成、完成しました。美味しそうパスタでございます。ということで完成しました。こちらめちゃくちゃ簡単トマトペンネでございます。それではいただきます。美味しそう。美味しいんですよこれ、でも実際本当に。じゃあまず全粒粉の方からね、いただきます。うん、うんうんうん、具材でアレンジし放題だと思うから、いろいろアレンジはできそう。玉ねぎも炒めすぎない方がシャキシャキ感が残って美味しいです。じゃあこっちのグルテンフリーの方、トウモロコシの方いただきます。うん、あ全然違う。なんかパッケージにももちもちですって書いてあったんですけど、やっぱ全粒粉よりも全然もちもちしてる。うん、全粒粉の方結構小麦の香りがしっかりするので、ちょっと食事気をつけてるけどパスタ食べたいっていう方とかは全粒粉のやつとかおすすめだし、グルテンフリーのやつの方はそこまで味はしないかな。単品で食べてもそこまで味が私は感じなかったので、邪魔をしないっていうか、あともちもちなのですごく、それが好きな方はこっちがいいんじゃないかな。美味しい、どっちも大成功。こちら、これセブンの冷凍のグレープフルーツなんですけど、これがすごい私好きでデザートに食べたいと思います。うん、冷凍だからアイスの代わりみたいな感じでこのフルーツのやつをよく食べてます。マンゴーもね美味しいんだよなこれの。はい、ということでお昼はこんな感じでした。また夜お会いしましょう。はい、ということで夜ご飯作っていきたいと思います。夜ご飯は最近こればっかっていう夜ご飯があるので、今日もまたそれを作っていきます。まず長ネギをみじん切りにしていきます。とりあえずこれはお皿に移しておきます。そしたら続いてお肉を切っていきます。皮は使わないのでハイでいきます。そしたらこれを一口大にそぎ切りにしていきます。ボウルに入れちゃいます。塩コショウで下味をつけていきます。塩さっきなくなっちゃったので岩塩でやっていきます。ついでにこっちのネギの方にもやっちゃいます。塩はちょっと多めかな。そしたらこれを一旦混ぜて、片栗粉を全体にまぶしていきます。
れをするとね、なんか胸肉がしっとりするらしいです。こんな感じで全体的に当たったらこれを茹でていきます。もうね、沸騰してるのでこちらに入れていきます。炊き合わせたネギを軽く混ぜといて、フライパンでごま油を温めます。はい、じゃあもう多分温まったと思うので火を消して、これをこの中に入れていきます。これでネギ塩だれが完成です。はい、では鶏肉ももう茹で上がったので、これを氷水にあげていきます。これでもうほぼほぼ完成。はい、ということで、鶏肉をお皿に移します。この作ったタレ、これを上からかけます。はい、これで完成です。じゃーん、あ、危ない。ということで、ご飯できました。早速いただきたいと思います。意味のわからないレパートリーなんですけれども、最近ね、こんな感じで食事をしてます。うん、これはちなみにもずくです。で、最近ハマりにハマってるこちら、らっきょうさんでございます。うん、なんかふと一回らっきょう食べたいってなって、で買って食べたら、そっからめっちゃハマっちゃって、毎日のように食べてます、らっきょう。この梅なんですけど、この梅はなんか鶏肉に梅つけても美味しいので、それ用です。まあ、ネギ塩だれかかってるんですけど、一応持ってきました。これ水晶鶏っていうらしいんですけど、これをいただきたいと思います。いただきます。うん、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 このネギ塩だれもめちゃくちゃ美味しい。うん、じゃあちょっと梅もつけて食べてみよう。じゃん、いただきます。うん、さっぱり。はい、ということで、今回はこんな感じで私の一日の食事を撮ってみました。前にもね、やったことあると思うんですけど、前とはまた違ったメニューを紹介できたかなと思いますので、まあ、参考になるか分かりませんが、なんか作ってみたいのがあったらぜひ作ってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。